感染症の影響で2020年3月から運休していた新潟とソウルを結ぶ定期便が今日3年7ヶ月ぶりに再開しました。観光です。コロナ禍でね、ここ数年海外旅行するのは随分ね、難しいような状況でしたので、僕の時は孫に会いに半年、はい、新潟で子供生まれて、そして戻ったと。運行は週3便で、インバウンドの活性化にも期待が寄せられています。これが再開するということは、本当に新潟にとってですね、飛躍の大きなきっかけになると思って、大変嬉しく思っております。今日は新潟から韓国へ114人が旅立った一方、65人が韓国から新潟に降り立ちました。